ドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。 どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。やらせろ、この番組は FM 泉をキー局に東北の、東北を中心としたコミュニティ FM31 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください、ね、お願いします。この間日曜日、はい、仙台のね、うん、県民会館、ああ、まあ、東京エレクトロンホール宮城ですか、うん、そこでね笑い市という、まあ、グレープカンパニーだけの、うん、まあ、グレープカンパニーライブだね、いわゆるね。そうですね。うん、行いまして、うん、二部構成、一部二部と、うん、満員と、うん、いうことで、ありがとうございました。来てくれた方ね、本当に嬉しかったですね。大きくなってきましたよね。ね。あの、FM 泉の田中さんも来ていただいて。あ、そうですか。はい。ありがとうございました。うん、ワッキーかやま、ね。ワッキーかやまさんもね、庄司恵子さんね、来ていただきました。ありがとうございます。うん、もう本当に各局。はい。ね、東北放送並び仙台放送、うん、東日本放送、宮城テレビの方々まで来ていただきましたね。うん、もう本当にもういつもお世話になってます、本当。まあ、なんか宮城だけじゃなくいろんなとこから来てた方がいるみたいですね、新幹線とかでもね。あ、全国から。全国からね。まあ、嬉しいですね、それは。ありがたいですよ、本当。いや、そんでね、うん、いろんな差し入れがあったじゃないですか。うん、笑い市に。ね。うん、まあ、うちの母親が必ず買ってくるのが、あの北仙台の、うん、葉山町にあるね、うん、おにぎり、葉山商店のおにぎり。それも見つけていち早く食べました。あれお前大好きだね。ありがとうございます。富澤くんが大好きだから買ってくるんです。嬉しいですね。鮭と、筋子のおにぎりと。食べた、あんたの一つ、あの、外見でね、どっちなのかっていうのが判断できない。おにぎりが。はい。まあ、それはそうでしょう。筋子の方を食べてしまいました。いや、鮭もあったでしょ。鮭を食べたかったんですけど。はい。筋子を。ああ。ちょっと、いや、筋子美味しい。筋子と鮭でセットでしょ、あれ、セット。コンビになってる。わかんないんですよ、外から。今もどっちかね。あれ、はい、なんとかわかるようにしていただけると。私、鮭が食べたい。鮭うまいんで、あそこの、なんかわかんないけど、すごい美味しいんだよね、葉山商店おにぎり。その前に、あの、うん、山中屋さんの牛タン弁。はい、ありましたね。食べてた。うんうんうん。一個しか入んなくて。なららら。こっちじゃねえんだよな、と思いながら。あ、なんとか、あの、うん、わかるようにしてわかるようにできませんから、それ。うまいこと。うん。鮭をちょっとだけ外につけとくとか。なるほどね。していただければ。はいはい。そういうおにぎりあるけどね、たまにね。いつもね、結構外す確率高い。あれでもよくわかるよね。握ってる人もわかんなくなるじゃん、結局。まあ、握ってる人が別々に。別々にやって、あれこれどっちだっけみたいな。外すやれば。どっちだっけこれみたいな。わかるんじゃないですか。ね。あと、ガトーカンヌのシュークリームね。これもね、北仙台のね、うん、あの、僕本当に小さい頃から食べてるシュークリーム。もう僕のシュークリームの軸はあれなんですよね。ガトーカンヌのシュークリーム。うん、美味しかったなぁ。二つ持って帰りましたけどね、うん。帰ってまた食っちゃって、本当に。低身のパンとかも置いてある。低身のパンもあれ、うちの弟が買ってきて。あ、そうなの。そう。低身のパンいっぱいあったね。非常に人気がある。あ、やっぱうまいな。うん、あの低身のパンはね、僕ら高校時代も毎日食べてたから、3年間。そうですね。毎日食べてたパン。まだちょっと静かにしてもらえますか、ね、静かにしてもらっていいですか、水元マネージャー。すいません。水元マネージャー、静かにしてください。はい、静かにしてください。すいません。低身のパンもいただきまして、すごく美味しかったです。いろんな差し入れがあってね、うん、あの、シーラカンスモナカとか、うん、ああいうのも山中さん持ってきてくださって。ありがとうございます、ね。ありがたいです。いろんな差し入れあって、うん、でね、ちょっと俺昨日ね、信じられない出来事があって、帰り、ね、県民会館からの帰り、はい、で、僕と口笛なるおがね、一緒になったんですよ、帰り。あの、なんか準備できた人から、そう。タクシーに乗ってね。仙台駅向かう。向かうんですけど。で、俺と力也、まあ口笛なるおで、二、うん、人で仙台駅向かったわけです、タクシー。はいはい、もう最後ですよ。うん、もうね、ずっと、みんないなくて。うん、で、あ、牛タンとか、食べれなかったですね、みたいな。うん、なんかわかんないけど、あいつ弁当食ってなかった。あ、そうそうそう。うん、あ、そうなんだ。じゃあ、買ってやるよ、つって、うん。
伊達の牛タンのお土産のやつ買ってあげたんです。ちゃんとしてる。ちゃんとしてる。新タン。出来たての。あの、冷凍の、家で焼いてくやつ。あ、家のやつ。そうそうそう。4000いくらするやつ。ね、新タンス、いいやつ。うん。そう、マジっすか、ありがとうございます。つって、まあまあいいよ、つって。うん、奥さん食べ、つって。うん。んで、思い出したんだけど、うん、行きにね、仙台駅から県民会館向かう車内で、わらふじなろうの藤原が、うん、あの牛タン食べたいんですよ、うん。なかなか高いじゃないですか、牛タンってっていう話をしてて、うん、いっぱい食ってみたいんですよね、みたいな話をしてたわけ。うん、でも今日もそんな時間ないですよね。うん、まあまあ牛タン弁当あった、結局ね、うん、あったからいいんですけど、それを思い出して、うん、あの買うのこいつじゃねえよと、藤原だと。うん、で、ちょっと藤原の分も買おうと思って。うん、で藤原の家は家族も多いし、うん、あの、3人前のね、牛タン。うん、もう7000円ですよ、はっきり言って。うん、高価じゃないですか。あ、で、藤原の分買うわ、つって藤原の分買って、うん、で、ホームに行ったんだけど、藤原が見当たらなかった。うん、で、ちょっと力屋に、口笛なろうに、うん、これちょっとじゃあお前藤原に渡しといて、つって。うん、あ、わかりました。渡しときます、うん。で、車両が違うから、うん、じゃあまたお疲れねー、つって、うん。藤原から全然連絡来ないわけ。うん。いや、要するに牛タンいただきます。受け取りました。受け取りました。ありがとうございます。みたいな、まあお礼っていうかね。うん、まあ普通来るじゃない。まあね。全然来ない。その、東京駅着いても来ない。うん、で、俺家に帰っても藤原から何の連絡も、うん、おかしいなぁ、うん。もう11時ぐらいなんだよ。家帰ってしばらくして。なんか受け取ったら連絡来るじゃん、普通。まあね、ありがとう。で、藤原に、あれ、お前、口笛なろうから、牛タン受け取ったって、うん。こっちから。こっちから。うん。で、あの、欲しい、食べたいって言ってたから、うん、あの、家で焼いて、奥さんとね、家族でみんなで食べなって、あの、いっぱい食べられるように3人前に一人だから。渡しといた。そうそうそう。そしたら藤原から、うん、受け取ってませんけど。そうでしょ。いや、何すか、その話とか。いや、もう全然受け取ってないですよ、僕。いや、俺、あいつ、口紅に渡したんだけど、いや、あいつやってますね、マジで、つって。そう。あいつ家で食うんじゃないですか、それ、つって。いや、あいつにあいつで俺買ってあげてるから。え？ほんで、え？口笛なろうに、うん、もうびっくり。え、藤原に渡してないのってメールしたわけ。そしたらあいつ、忘れてました。そんなことある？その足で渡すじゃん。普通。そう。いや、俺びっくりしたんだ、あいつ。もうやばいぞ、あいつ。持って帰ってんの？持って帰ってんの。いや、俺、衝撃だよ、本当に。まあまあ、その、後日、まあ、会うから、渡すのかもわかんないですけど。いや、明日会うんで、明日渡します。いやいや、あれも冷凍だし、うん、いや、あんなすぐ渡すもんじゃん。だって買ってその場で、これ藤原に渡しててね、って今、このホームにいないから、お前車両一緒だろ、つって。わかりました、つって、お疲れ様でしたって帰ったんだよ。それで渡さないってあいつ、いや、どうにかしてんだよ、あいつ。いや、どうにかしてるでしょ、ね、あいつ。お前やべえな、つってメールして。うん、そしたら、僕も今そう思います。もうなんだったらそういうのってさ、うん、重いし。結構な荷物なのよ。早く渡したい。そう。軽くしたいから、ね。うん。冷凍になってるし。で、乗った時点でもう、ないわけです。わかんなくなる。わかんなくなってんの、あいつ。忘れてる。ぼーっとしてっからさ。で、常日頃から、何ですか、あの、一緒にね、伊達が旅行を連れてったりとかした時も、なんか、ぼーっとしてんの。ぼーっとしてる。そう。でも、人としてやばい、ね。いや、だってさ、いや、にしても、あいつが私忘れたとしても、もう、東京ついてんの、ね、よ。その時点で一個余分な荷物持ってるっていうのがあれば、あいつからね。別なわけでしょ？別よ、別。袋も別。それを持ってるわけでしょ？ずっと持ってんの。でも、最低でも、すいません、ちょっと今日、渡し忘れましたんで、明日渡しますみたいなのが、あいつからあればいいよ。まあまあね。うん。何、藤原に渡してないのっていう俺からのメールに、すいません、忘れてました。それは何時ぐらいの話なの？だって、東京着いてんだよ。駅着いたぐらい、家での話だ。俺タクシーの中。もう間もなく家っていう時だから、
もうとっくに新幹線降りてるわけ。うん、その時にも見てるわけ。見てんの。その荷物を。うん。それで分かってない。で、変じゃん。藤原としてもさ、俺の中では、藤原なんでメールくれないんだろうなって、受け取ってないのかなって、こっち不安な感じするじゃん。うん、それもないから、うん、それあいつが私そびれてる。あいつからも連絡ないし。だからもうその、その記憶がもうなくなってるんだとすれば、うん、あいつ帰ってそのまま全部食べる。食べると思う。俺が何の連絡もしなければ。いっぱいあるなーっつって全部食べる。あれなんでこんなにいっぱいあるんだろう。いや、ほんとやばくないそれ。怖いっすよね。怖いよね。ちょっと怖くなりますよね。ちょっと、ショックでね。もうなんだろう、認知症。レベル、ね。レベルじゃね。若年性になるんでしょうけど。いや、怖いわ。いや、もし怖かったよ、ほんとに。はぁと思って。そんなことあるよ。だって荷物、3人前って結構でかいのよ。でかいですよ。それ渡してないって言って、しかもその、渡してない連絡もない。で、俺がなんか、ちょっとね、藤原にも、なんか、受け取ってるでしょつって、うん、食べなね。なんかこっちから、本当はそんなことしたくない。したくないよ、これ、こっちもね。ね。でも、なんでなんだろうなって言ったら、受け取ってませんよ。何ですかその話。俺ちょっとびっくりしたわマジで。やばい。やばいよね。なんかもう怖い話ね。世にも奇妙なみたいな話。いや本当や大丈夫なのかなと思って。ダメでしょ。ねえ。ダメだよね。人として。そう。ちょっといっなんか。ちょっと、線引こうかな。一線引こうかな。一線引こうかな。なんか不思議なんだよね、あいつ。いや、なんか、だから知らないとこで、うん、なんかいっぱいやらかしてそうだよね。やらかしてるような気がする。そうだ。うん。なんか、2年連続でさ、うん、沖縄にね、連れてってるわけですよ。楽天イーグルスのキャンプ。俺が全部予約してさ、旅館も取って。うん、でもなんかジャイアンツファンなんですよ、根っからの。もうそれは、まあしょうがないけど。でも楽天イーグルス好きだっつって行きたいですって、キャンプ見たいですって言って来て、この間もね、東京ドームで楽天イーグルス対ジャイアンツ、交流戦。あいつ完全に俺の前でジャイアンツ応援してるわけですよ。俺なんでこんなやつ連れてってんだろうな。こんなやつ連れてくのにお金出してね。嫌だなって思って。いや、もうだから、藤原の方を誘ったら、ね、藤原連れてこうかなと思って。あいつ全くほら、興味ないから。あいつ全く興味ないらしいもんね。だから、ゼロから、ちゃんとファンにできるかもしれない。うん、そうだね。うん、藤原は藤原で気持ち悪いからな。ちょっと最後な。藤原はどっちかっていうと、富澤がお世話してる感じじゃないか。なのかな。どっちかっていうと、どっちかっていうと。で、俺は、力也をね、うん、教育してるつもりなんだけど、あいつが全然成長しないから、未だにそんなことやってるから。だからそこはもう、お前の責任でもある。いや、ちょっとマジであいつ、やべえぞ。うん、本当に。ちょっとね、また、今度呼んで。これがもう、その件に関して聞いてみた方がいいかもしれない。俺とかじゃなくて、全然違う事務所の人とかでさ、先輩で。うん、わ、忘れてました、みたいな。そんなもうやばいよね。あいつ、どうしたんだろう。不思議ですよね。不思議なことがあるんだ。もうなんかな、まあ忘れてしまうっていうのはね、生きてりゃあるんでしょうけど、そんなに忘れる感じの。なんだろう、その、もらってその足で私に行かないっていうところが一番不思議で。うんうん、なんで行かないんだろうって。ね。もらったらもうそのまんま行くじゃん。そう。普通。うん。しかも、なんか、立て続けに、力也の家の分と、口笛成尾の分と、藤原の分の牛タンを。ちょっと力也って一回挟むのめんどくさいんですよね。口笛ね。口笛。三人分みたいなのになってるんですよ、ね。そうね。口笛成尾の分は、牛タン屋さんで買って、で、途中で、
あの、改札行くときに、あの、藤原のことを思い出して、あいつ牛タン食いたがってたなっていうので、あいつのは構内で買ってるわけ。うん、新幹線の構内、青葉亭って、あそこもまあ、うまいんだけど、だからね、あの、メリハリはついてるのよ。うん、流れでなんとなくこう買ってるわけじゃないから。そうだ、別なんだ。そう。藤原買いたい、あの、食いたいって言ったからちょっと買いに行こうっつって。もう余計持ってる袋違うわけだ。もう袋も違うの。全然違うの、袋も。怖すぎるよ、この話。もうやべえんだよ、もう本当に。俺もうびっくりしてさ、呆れちゃったよ、もう本当。またおかしいよな。もうだから、だから、ねえ、この世界にいるのかもしれない。もう多分、サラリーマンできないですよ。しかもなんか、いや、でも明日会うんで大丈夫ですって言うメール。すいませんだろ。明日会うんで大丈夫ですってなんだよ、こいつ。なんだよ、こいつ。なんだ、多分これは。で、ちょっと、な、その日、まあ、ライブだったけど、うん、ちょっと本人的にもあの、ショックを受けてたというか、ああそのね、うん、あの、マルニのブータンっていう。母ちゃんの買い物カゴを覗いたらってやつね。うん、はい。宮城でやってる。昔のね、コマーシャル。それの、うん、なんか T シャツをいただいてね。そうそう、ワッキーさんからね。ブータンのね。うん、で、それを着て、舞台出ろと。そう、2000人の前で、そのやれと。その母ちゃんの買い物かごを覗いたら、ホルモン焼きだよ勉強になるねっていうやつを、コマーシャルで宮城県民は全員知ってるから、じゃあお前こう T シャツ、黄色い T シャツにブータンって書いてあるから、で、これを着て、ドア玉でね、もう掴みでそれやったらもう、いけるか。県民会館爆発するぐらいいけるから、やってみろ。やってみろって言ったやつ歌詞覚えて、何回も練習して。本人はブータンなんか知らないです。知らないです。見たこともないからね。本当に受けるんですかなって言って、うん。いや、絶対受ける。もう羨ましいよ。俺がやりたいよ、本当は。って。してやったら、もう、ダダ滑ってはみたいな。知ってはいるの、皆さんね。うん、県民は。だから、それ見たからといって別に、ドカンとはならなかった。ドカンとならない。どうしたの急にみたいな。何があったんですか、うん、そういうので、もしかしたらちょっと、意識を朦朧としてたかもしれない。いや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 。そういうことがあったから。あったからね。ね、まあまあいいじゃないですか、それも。ネタになるし、うん。ちょっと本当にね、牛タンの件はね、引いてますよ。牛タンとブータンの件。牛タンとブータンの。本当に。いや、びっくりした。こんなことあるんだと。ちょ怖いんで、ちょっと曲。曲いきますね。急に、はい、怖かったんでね。はい。じゃあちょっと、可愛らしい曲いきますかね。お願いします。連続テレビ小説ランマンの主題歌です。あいみょんで愛の花。はい、可愛い曲でね、元いになりました。これあいみょんで、あいみょんで戻しました。愛の花、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあメールもね来ております。はい、読んでいきたいなと思います、うん。初老のエビさん、はい、どうも。達さん、富澤さん、二人でトイレの便器を覗いているとこすいません。いや、覗いてないですよ。6月6日のわらふじなるおさんのゲスト放送で、双子の話になっていましたが、うん、はいはい、伊達さんが先に生まれた方が弟妹という定義でお話をされていましたけれど、うん、私の家も女の双子が20年前に生まれました。うん、その時の定義は先に生まれたら長男、長女という定義がありました。我が家は緊急出産のため立ち会いはできませんでしたので、確認はできませんでしたが、うん、先に生まれてきた子が長女として紹介されました。あ、そうなの？間違ってるかもしれませんが、現在、二十歳ですが、うん、性格や立ち振る舞いから先に生まれた子は長女です。ただ、現在の定義はわかりません。へぇー。20年前。まあ、でも、俺らの頃はもっと前ですからね。もっと前です。どっちなんだろう、まあまあ、どっちでもいいのかな。どっちでもいいことはないとは思うんですけど。最初にこう、外に出てきた方が、早いの？って言われた。でも最初にこう、子供ができた時は、できた方が、奥にいるって聞くけどね。なんかね、だから、
え、そうなんだっていう衝撃でその話は覚えてますけどね。なんかね、うん、実際はどうなのかちょっとわからないですけど。確かに医療関係の方とかね、いろいろ変わってきてるのかね、もしかしたらね、その病院によると か, もしかしたら20年前だから逆に変わってる可能性は、うん、はっきりとした定義がないのかもしれないね、もしかしたら、うん、もしちょっとこれ知ってる方いらっしゃったら、うん、教えてください。よろしくお願いします。異次元の豚バラさん、はい、6月6日報道ステーションのスポーツコーナーを見てたら伊達さんが出てきてびっくりしました、うん、はいはい、タオルを掲げた伊達さんが浅村選手の熱盛の振りにされていました。うん、そうそうそう。そしてその後動画サイトをいろいろ見ていたら、うん、伊達さんが楽天生命パークのレフトを守ってる姿が出てきました。ああ、守りましたね。ジーパンを履いて守ってました。はい。何やってんだ、この人。いきさつを教えてください。レフトを守ってた？これね、交流戦で、なんだろう、試合前にイベントがあるっていうか、その OB 対 OB みたいな。楽天イーグルスの青山投手対、あの時は阪神戦ですから、阪神の関川選手。もう二人とも引退しててね。その二人が一打席勝負をする。うん、で、青山さんとたまたま会って、そして、もう引退して3年ぐらい経つのかな、うん、何キロぐらい出るんですかつって、いや、もう140出るか出ないかです。いや、でもそんな出るんだつってずっと投げてなくても、つって。うん、いや、今日はね、ちょっと頑張りますよ。ちょっと俺守りたいな、つった。で、相手が関川選手。守っていいですかね、つって。それ、守るっていうのは外野。他の人はどうなってるんですか？球団職員がやる。うん。球団職員が、内外野、守備位置ついて、うん、まあ、一打席勝負するんだけど、で、ちょっと守っていいですかね、つって。で、球団職員、ええー、とか、つって、うん。いや、でも事務所さんが、どうするか、いや関係ないです、大丈夫ですよ、なんつって、まあ一応千葉さんもいたしね、うん、ちょっと守った、うん、でレフト、うん、レフト守ってレフトにもちゃんと守るっていう人、球団職員がいたから、うん、でレフト二人でね、それはもうお客さん分かってる、はい、だってその俺紹介されたから、あ、そうそう、うん、でこれレフトなんていうのイーグルスの応援団側じゃん、うん、で応援団とちょっと話しながら、うん、対決はどうだった？対決は、青山さんの勝ち。うん、あ、勝った。うん。ライトフライで。レフトに来なかった。まあ、で、関川さんに言ったんですよ。いや、レフトを普通だ、打つでしょ。普通レフトで打つでしょ、これ。すいません。引っ張れなくて。青山さんが頭速くすぎて、つって。要するに振り遅れてライトフライ。なるほどね。うん。面白かったです。そういういきさつで。はい。もうね、誰も友達は書いてたしね。うん。キレネンコさん。はい、どうも。はじめまして。うん、私、マンウィザーミッション、マンウィザーミッションのファンなんですが、はあ、5月16日の放送でおしっこ漏れそうなほど笑わせていただきました。なんで？マンウィザーミッションの話をね、うん、まあ、しました、ね。はいはい。笑いすぎて息ができなくて死ぬかと思います。いやいや、生きてください。お二人ともマンウィズをご存知ないようですが、うん、伊達さん。はい、伊達さんは2019年にマンウィズのメンバーと、メンバーの一人と写真を撮っており、そのメンバーがツイッターに上げてました。その際に メンバーは大好きですとコメントを添えてます。それを送りますので思い出していただけば幸いです。写真撮ってる？写真撮ってる。今見た。え？だあの狼の子たち一人でしょ、うん、写真撮ってる。うん、ちょっと撮ってる。で、フジテレビにうろうろしてたのよ、狼が。うん。なんだこれ。もう、会ってんじゃん。で、会ってはいるよ、だから。俺、だから、この人らが、そのマンウィズジャパンミッションっていうの、わかんなかったんですよ。話してんの？狼ですからね。話はできなかったから。できなかったの？うん。よく写真撮ることになったの？で、狼ですから。2019年 ?4 年前ああ。マンウィザミッションっていうところで俺が写真撮ってる。へぇー。そうなんだ。今考えればじゃあ、あの狼がそうだったんだっていうことです。この人一人がマンウィザミッションなの？この人はメンバーの一人です。何人いるんですか？マンウィザミッション。何人いるとかは書いてないです。わかんない。水本。5、6年でしょ？全員狼被ってるの？
うん、いや俺なんかそういうコント集団だったの最初なんか芸人がそういうコントをするんでうろうろしてるのかなと思ったら、まあそう思っちゃいますね。うん、だってどうやって歌うのこのオオカミ、どうやって歌ってんの、このまま歌うの、みんなオオカミにかぶってんの、このまま、これでライブやんの、どうやって歌うの、だって声出ないじゃんこんなマスクして、こもるじゃんね、わからない、口のところにこう入れるじゃないですか、マイクを、え、ここに入れるんじゃない、口の中にマイク入れて歌うの、そんなやついる、そうですよ。かっこ悪いじゃん、そんな。なんかあれなのかな、そういう顔、素顔見せてない人たちなんですか、多分。マンウィズ・ミッション。はい。ああ、そっか。じゃあ、普段ポンと会ってもわかんない、ね、食堂とかでね。いや、だからそう、あってんのかもしれないです。ああ、写真撮ってますね。これがマンウィズ・ミッション。マンウィズ・ミッション。もう、覚えましたから、完全に。ワン、ワンじゃねえ。マンウィズね。マンウィズ。いや、でもなんか、そんなん被って舞台立ってるとか。いや、ステージ立ってそう、熱いしさ。考えらんないね。びっくりした。でもいい汗かくんじゃない？でもさ、ぐっしゃぐしゃになるじゃん。ぐっしゃぐしゃです。俺らだったら。うん。ほんと嫌になるじゃん。終わったら、もうすぐ顔ちっちゃくなってる。顔ちっちゃくなるよね。顔、十分の一ぐらいだって、ほんとに。顔だけ。顔だけで。顔だけ10分の1ぐらいになって、つくて。もう、なんか吹きたくて、もう、楽器とか演奏してる場合じゃなくなるけど、そう。すごいね。本当にすごいな。信じられない。あ、ほんとだ。写真？水元の言う通り。ね？マイクを口の中にバコンってか、加えて、歌ってんだね。どういうこと？すごい。あれでも顔出てない。顔出てない。出てない。なんでこんなことしてんだろう。あ、ほら。ん？出てない。あ、顔。ああ、口はちょっと出てんだ。黒く塗って。はあ、すごいな。出し、ちょっと出てんだね。口はね。なんで被ろうと思ったんだろう。恥ずかしいのかな。最近なんか顔出さない人多いよね。そうですね、多いですね。そういう。もう俺らも顔出さないで漫才やってるけどな。できんのかな、まあだから、なんか被ったりしないと俺か。うん。ああ、覆面とか被って、ネタやんな。ちょっとしんどいよね。しんどいよ、ね。でも、いてもおかしくないもんね。ね。出ているのかもしれないけどね。まあもしかしたらね。そういうのやってる人もね。うん、俺らは知らないだけで。面白いね。顔を出したくない。顔出して漫才師がさ、もしかしたら顔ちょっとすいません、顔ちょっと出してないんですよ。すいません。なんなんだろうね。いろいろありますよね。さあ、ちょっとこれぐらいにしときましょうか。はい。ね、また来週ですよ。そうです、ね。はい。ということでごめんなさいね、今日はちょっと口笛なるおのちょっと衝撃だった、ね、衝撃的な話をお送りしましたけど、あいつは本当やばいです。あいつはやばいというだけ覚えててください。皆さんね。やばいコンビです、ね。やばいです。ということで、また来週でございます。さようなら。サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオや。